彼の時はあの日から止まったまま、挑戦者櫛田、大事にしてきたものを奪われたなという喪失感でしたね。ずっとね、自分の腰にあったものがなくなってしまったショックというか、櫛田の時計の針を爆破した男、IWGP ジュニアヘビー級王者、高橋ヒロム。2017年、すでに3度のタイトルマッチを制し、怒涛の快進撃を続ける。そんな王者を目の前に、櫛田を再び突き動かしたのは、己の意地と誇り。一回、俺に勝っただけで、俺を超えたつもりか。1年間独走体制に入ってた櫛田を止めるやっぱり役目、今逆に独走体制になりかかっている高橋ヒロムを引きずり下ろす、負けを知らしめることができるのもまた櫛田。負けた人間がベルトを落とした人間がなんで上から目線で物言ってんだって。ベルトさん本人から。皆さん、はじめまして、ベルトさんです。櫛田じゃ全くワクワクしない。ベルトさんも同じかと思ってる。ジュニアを引っ張ってきたエースのプライドをかけ、全王者がベルト奪還に挑む。そうそうたるメンバーと戦ってきたと、そういう戦いの経験が新しい次のタイトルマッチへの後押しというか勇気を僕にくれますね。もう自分のスタイルを一つ押し通すと、これはやっぱり世界中どこでも通用する俺のスタイルだと。新たな時が動き出す。櫛田、本当に終わっちゃうぜ。それでもいいなら最後に俺のことをもっと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 楽しませてくれよ。チャンピオンとしてのやっぱり時は止まってるんで、次元爆弾ですか、一回リセットさせましょう。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者櫛田 VS 王者高橋ヒロム。